どうも皆さん、マッシュです。というわけでマッシュがお送りしますバンドリー。さあ皆さん、今のイベランはどんな感じでございますか？俺はこんな感じですね。まあ最近ね、ガルパをプレイできない時が多いので、まあいい感じの低さを保っておりますけれども、まあ俺自身はイベランを気にしたことはほとんどないです。仕事や動画作りとか、あとは別チャンネルのね、生配信でなかなか時間が作れないというのが主な理由でございます。ただし何回かイベントを走ったことがあって、一番走ったのがリゾロコラボのイベントで、あれがね確か180位ぐらいまで行ったことがあるので、あれが過去最高の順位なんですが、この時のイベントポイントが確かね1250万ぐらいだったと思うんですけど、ここまでの順位になるまでにガルパをだいたい1日7時間ぐらいやってます。7時間って結構大変なんですよね。で、180位ぐらいだったらね、あとちょっとで100位なんだから、もう少し頑張ればね、100位いけたんじゃないんですかって思う方もいるかもしれないんですが、実はこれね、かなり厳しいんですよ。この時のリゾロコラボのイベントが、確かね、100位だった人のイベントのそのボーダーって言われてるのが大体確かね、2500万ぐらいだったんですよね。つまりこの180位だった自分の倍のポイントを持っていたことなんですよね。まあ自分が本当に体感した限り、イベランってマジで200位から、なんならもう130位ぐらいからね、もう本当に順位がなかなか上がらないんですよ。まずイベランに必要なのが、やっぱりプレイ時間を確保できること。これ重要ですね。やっぱり上位を狙えば狙うほどね、プレイ時間必ず必要になりますから、まあ計画的にね、こう予定を組むこと。無茶だけはしないようにしてください。そしてスターまたはドリンクを確保すること。これもね、かなりの量のブーストがイベランの時には必要になってくるので、スターか、まあドリンクはこれ必須になってきますね。で、スターはどっちかっていうとやっぱりガチャで使いたいなと思う方多いと思うので、まあドリンクを貯めてやるってなると、まあドリンクだと、1年あれば、結構貯まりますので、1年間かブーストを貯めて、いずれ来るイベントでぶっぱしてっていうのもいいかなと思います。あとはやっぱり効率曲と言われている曲をプレイするということですね。まあ代表例で言うと、皆さん大好きで愛してやまない天下統一 A to Z とかありますけど、まあそれ以外にもガルパにはプレイ時間が短くて、スコアが出やすい曲が何曲かあるので、そういった曲をプレイすると結果にもつながりやすいということで、結構大事になってきます。そしてこれもね、結構大事なんですよ。一緒にプレイする仲間を探すっていうね、これ結構ハードル高いかなと思いますけれども、やっぱりノラでもね、十分イベランすることこれできるんですよ。もちろんできます。できますけど、やっぱりノラのマッチングだと切断があったりとか、いろんな方がいろんな曲を選曲するので、まあどっちかというと効率的かといえばそうでもないですし、やっぱり一人で黙々とやることなんで、ね、精神的にもちょっと来ちゃうものがあるので、なるべく決められた方とプレイする方が、まあ全員がリーダーでね、スコア特大でプレイすることもできるし、ノラではちょっとね、選びづらい天下などのね、効率曲もしやすくなって、あとはまあ通話とかしながらすれば、精神的にもちょっと楽ですし、みんなでプレイするしないでね、結構な差が出てしまいますので、なるべく決められた方とプレイする方が、やっぱり効率はいいです。そしてこれが何よりやっぱり大事です。イベントに適した編成をしてあげるっていう、もうこれね、本当にもらえるポイントがかなり変わってくるので、このね、編成ってめちゃくちゃ大事なんですよ。で、まあ理論値を、作るってのは、これもほぼほぼね、ちょっと限られた人種にしかできないので、なるべくまあでも星3以上ってことになってくると、やっぱりイベントでもらえる報酬キャラっていうのはしっかりね、ゲットしておいた方がいいです。で、編成についてなんですが、ここで話しちゃうとめちゃくちゃ長くなっちゃうので、この編成については別の動画で詳しくまとめておりますので、そちらの方をね、参考に見ていただければなと思います。では実際にトップ戦内に入るにはどのぐらいのスターとか、まあ、どのぐらいの時間が必要になってくるかっていうのをちょっとまとめてみたんですが、まあ、これイベントによってもそうですし、あとはね皆さんの編成によっても多少上下してしまうので、まあ、あくまで目安として見てほしいんですけれども、まずトップ戦に入るにはですね、1日だいたいやっぱりガルパを3時間から4時間ぐらいでスターをまあ5000個ぐらいあれば、はい、まあ、トップ戦は何回か入ったことがあるので、まあ、だいたい体感で言ったらこのぐらいあれば、まあいけるかなっていうところですね。で、トップ100以内、ここはちょっとまだ1回も入ったことがないので、未知の領域で、あくまで人から聞いた話になってしまうんですが、だいたい1日から、1日で12時間から13時間、もう1日の半分ぐらいはもうガルパしてますね。さらに言えば、スターも2万5千個から、まあ、だいたい3万個って言われておりますね。もうだからガチャで言えば100連以上ですよね。だからあんまりイベランしないのはそういうところもあるんですよね。まあ、そのスター使うんだったらガチャに使いたいなっていうところもあるんで、イベランしないっていう理由もあるんですが、まあ、トップ役になってくるとやっぱり生活の半分はガルパに注がないといけないかなっていうところです。そして未知の領域ですよ。もうこうトップ10以内ですね。もう自分もここまで来たことがないので、これも人づての話なんですけど、まあ1日だいたい20時間から22時間、もう生活のすべてをガルパに注ぐレベルです。で、スターも10万個ぐらい必要ですねって言われて、もう1回天井行ってますからね。
トップ10に入るにはもうこのぐらいのレベルじゃないといけませんよということでね。まあこれもイベントによって上下するとは思うんですけども、さすがにやっぱりトップ10ぐらいになってくると、まあそこまで変わってこないんじゃないかなと思いますね。でさらにその上トップ3なんですけど、前のつぐみちゃんがバナになったアフターグローの箱イベ、鮮熱を空に焦がしてっていうイベント、まあ過去最高にハードルが高かったと言われるイベントだったんですけれども、その時のイベラントップ3に入った人とお話できたんですよ。で、まあ、今後の参考までにトップ3に入るまでにどれぐらいガルパやったんですかって聞いたら、イベント期間中はガルパやってない期間がトータルで 4,5 時間だそうです。これ1日じゃないですよ、約、まあ、当時9日間あったと思うんですけど、そのイベント期間全部合わせて 4,5 時間しかガルパをやってない。もう文字通り生活の全てをガルパに注がないとトップ3にはいけないっていうとてつもないレベルを話してましたね。もうスターもだから13万スターとか言ってましたからね、とてつもないスターを使っておりましたし、まあご飯も糖質を取ると眠たくなるからなるべく糖質を取らないとか、すごいストイックすぎる生活を送ってて、到底まあちょっと自分にはね到達することができない境地だと素直に思いました。へえ、今日はアコちゃんとリンコちゃんと NFO で周回プレイするんだ。楽しそうだね。でもさゆちゃん、それはもう廃人の一歩手前だ。